後出しじゃんけんみたいになってしまってですね、こういうことを繰り返していると、国民がですね、政府とかに対して信頼を失ってしまうと、はい、えー、外国人を優遇するものではないというふうに現地取りましたので、まあ、今後の内力しっかり見ていきたいと思います。政策の優先順位について、大臣のお考え、最後聞かせてください。あの、時間が来ておりますので、えー、お答えは簡潔にお願いします。はい 三世党の神谷総平です。所得税法の一部を解説する法律案についてお聞きします。えー、まず、スタートアップエコシステムのストックオプションについて、えー、ストックオプションは人材獲得のツールとして活用されており、今回の制度改正も人材確保の目的が大きいと思います。しかし、そうであれば、2014年頃から始まり、昨年までに約800社が導入し、対象となる人数が約5万人にも上っていた、新宅型ストックオプションに対し、 導入企業が認識,た認識していた課税関係とは異なる方針を、えー、後で示して、その活用が止まった後にですねまた今回のストックオプションの手こ入れを提案したというのは、どうしてなのかということを疑問に思っています。日本のスタートアップを支援するのが目的であれば、すでに広く活用されていた信託型ストックオプションを継続させていた方が得策であったのではないかと思いますが、この点の見解をお聞かせください。 あの、一般にあの、企業が役員などに付与するストックオプションにつきましては、税制的確ストックオプションに該当する場合などを除きまして、ストックオプションの行使時に給与所得として課税することとして取り扱っております。あの、ご指摘の、いわゆる、新宅型のストックオプションにつきましても、国税当局においては、 この取扱いに従いまして、従来から原則としてストックオプションの権利行使時に給与課税されるという取扱いと取り扱うこととしておりまして、昨年5月にこうした見解を取りまとめた Q&A を公表し、改めて明確したものでございまして、課税要件を変えたものではございません。 でなお、あの、ストックオプション税制につ,ついては、従業員のモチベーション向上に資するものを対象とする観点から、ストックオプションの付与から2年以上経過して権利行使することなどを要件としており、この信託型のストックオプションでありましても、こうした税,税法上の要件を満たせば、給与課税を要しない、えー、税制的格、ストックオプションとして取り扱うことも可能でございます。 でその上で、あの今般、ご審議をお願いしておりますス、ストックオプション税制の見直しにつきましては、こうした従業員のモチベーション向上にするものを対象とする、えー、考え方を維持しつつ、利便性向上のための改正を行うものであり、こうした措置により、スタートアップの人材確保を後押ししてまいりたいというふうに考えております。はい でも実際に普及していたわけですよね。だからモチベーションアップに繋がっていたからいろんな企業が導入していたということではないかと思うんです。で、まあ、2014年から去年までですから8年9年ぐらいはやってたわけですよね。だからもしそういうガイドラインを示すんであれば、もう少し早めにやらないとですね、あの、後出しじゃんけんみたいになってしまってですね、あの、こういうことを繰り返していると、なんかこう、国民がですね、政府とかに対して、あの、信頼を失ってしまうと。 もっと言えば、まあ、自分たちで、こう、せっかく、新しい制度を作っても、まあ、そうやって後で塞がれちゃうとですね、まあ、そうやった制度を考えたり、で、そこでできたお金をまたさらに投資に回したり、ということの投資欲が下がってしまうよじゃないかな、というふうに感じることが、まあ、今回のケースだけじゃなくて、他にもあって、いろんな声を聞いています。で、国民がやはりそういった形で、国内でやってても、後から全部税金で取られるわ、というふうになったらですね、あの、海外に投資しますよね。だから、今回大きく、国内に投資を持ってきます 日本人の余剰な資金を国内に投資してもらいましょうと言っているのに、それで増やそうとすると、政府が後で課税するもんだから、結局、投資欲が下がってしまうと、言ってることとやってることは逆じゃないかなというふうに感じてしまいますので、な、まあ、何でもかんでも税で取ってです、ね、じゃあそれで政府集めて、うまく運用して、国民の資産増えてれいいですけど、国民の資産減ってる状況ですから、あまりです、ね、こういったところにどんどん編みけをしていって、取れるもの全部取るという方向は、ちょっと考え直した方うがいいんじゃないかなというふうに思いますので、今,度今後の制度設計の 一つの要望としてて挙げておきますもう一点、ストックオプションについていきたいと思います。今回の大きな変更点は、まず株式保管委託要件の撤廃、それから社外高度人材への付与、 権利行使限度額の大幅な引き上げの3点だというふうに思います。株式保管委託要件の撤廃というのはですね、証券会社を介さずに自社で株式を管理できるというものであり、これはですね、日本の証券会社に口座を作れない外国人投資家のための制度変更だというふうに私は捉えています。から二つ目、社外高度人材へのストックオプションの付与もですね、外国人にストックオプションを渡しやすくする、えー、緩和措置に思います。 そして、権利行使の限度額を大幅に引き上げるということは、まあこれはもう簡単ですけど、大口の株式保有者に有利な制度というふうになります。このスタートアップエコシステムっていうのはですね、そもそも国内の資本を活用してスタートアップを促進し、国内経済の発展を目指すべきものだというふうにおっしゃってました。今回の制度改正はですね、外国人の投資家を優遇し、国内企業やサービスをですね、 からにに放していいいるるんじゃないかという,ふうにも見えるわけです外資の流入をすべて反対するわけではありませんが、日本経済と企業を保護するための外資規制や防衛策は、こういった政策、今回の政策の中に含まれているのか、見解をお聞きください。お答えします。あの現在、ご審議をお願いしております法案におきましては、えー、ストックオクション税制の見直しについて、 あのスタートアップがまあ付与したものについては年間の権利行使価格の限度額を最大現行の3倍となる3600万円の引き上げそれから発行会社自身による株式管理スキームの創設社会構造人材への扶養要件の緩和認定手続きの軽減などの見直しを行うこととしておるところでございますでこれらにつきましてはあの外国人の方の利用をまあ排除するものではございませんがあの要望官庁であります経済産業省からの主として、えー、国内の関係者関係者 関連団体などとの意見交換を踏まえて提出された要望をもとに検討したものでございまして、外国人の投資家をま特別に優遇するということを目的と,目的としたものではございません。はい、えー、外国人を優遇するものではないというふうに現地取りましたので、まあ今後の成り行きしっかり見ていきたいと思います。あの、まあ私だから外国人は全部排除しろという決まりは全くなくてですね。ただ今の株式市場の動向から見てもわかるようにですね。 こう外貨がものすごい入ってきてるんですね。で、結局、外貨を活用してと言いながらですね、結局株価なんかも、もう株式もですね、大半持たれちゃったら、こっちがですね、コントロールされる側になってしまいますので、まあ、文句を開くのはいいんですけども、それをいかに一定割合に収めてですね、えー、日本側が、日本人側が主導権を持ってコントロールするかということが大事なので、そういった視点を忘れずにですね、制度設計をしていただきたいんです。市場原理とか自由主義に任せて政策を進めると、結果的に大きな外国の資本に市場を全部、 コントロールされるというリスクありますので、ぜひですね、この点はいろんな観点で私、あの、言っていきますので、あの、政策づくりの時にですね、ぜひ強く意識して、えー、っと、作っていただきたいというふうに要望しておきます。次にですね、戦略分野、国内生産促進税制についてもお聞きします。今回の税制は目的として、あ今回の税制の目的は国として、 特段に戦略的な長期投資が不可欠となる GX、DX、経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するためというふうにありますが、経済安全保障の観点から、これも同じような話になりますが、対象となる企業については日本企業に限られているのかどうか、この点をお聞かせてください。お答えいたします、えー。戦略分野国内生産促進生成の対象企業につきましては、 制度開始に必要な関連法案の成立後法律に基づき令和8年度末までに主務大臣の認定を受けた上で戦略分野において新たな国内投資を行う企業が対象になりますそのため外国企業やその子会社についても事業適用計画の認定を受け本税制の対象分野における国内での投資 生産を行うのであれば、制度上排除されるものではございません。なお、外国企業やその子会社が対象となる場合、対象物資の生産を行うための日本国内での本格的な長期投資が必要となり、生産のための雇用の確保にも取り組むこととなります。また、税額控除措置の効果が発生するには、国内での納税が必要になることから、 そうした企業による日本での納税も行われることとなると認識してございますまあ日本企業と外国企業で、そうつけることは避けるべきだみたいなことになるんだと思いますけれども、これ、名前がですね戦略的っていうふうについてるわけですから。 まあ国内で生産して納税あったとしてもですね、やはり外国企業ですとか、もう株式の大半が外資である場合などは、まあ、まあゼロじゃなくてもですね、やはり日本の純日本企業とですね、差をつけて、えー、あの、対応すべきじゃないかというふうに思います。まあ先ほどの小池委員のですね、お話聞いてても、まあそもそも国税減税必要なのかっていう話もあるんですね。儲かって日本にわざわざ出てきても、儲けるんだからやるんであって、そこにですね、わざわざ、 あの、減税するんだったらですね、他のところで減税した方がいいでしょうと。もっと国民、庶民にですね、減税するようなところで減税考えたらいいんじゃないですかという問題意識強く持っています。で、それに関連して、まあ最後の質問になりますけれども、まあ GX 移行債ですね。 で、今回は、その、さっきの戦略的な、あの、減税のところで、まあ、GX に関する分野に関しては、この GX のえ交際できた資金で、まあ、名めをするというふうなことがありますので、関連してお聞きしたいと思うんですが、まあ、今年の2月の24日に、キャノングローバル戦略研究所の杉山大使氏らによって、非政府の融資による第7次エネルギー基本計,計画というものが出されました。今年は、 日本のエネルギー政策の方向性を定める第7次エネルギー基本計画が作られる予定です。2021年の10月に策定されました第6次の計画と比べますとのときと比べますとですね、今、だいぶ国際環境が変わっているということだと思います。まあ、そういったことにもかかわらず、日本政府は四半世紀以上にわたり推進してきた低炭素・脱炭素政策の弊害を顧みることなく合理的な根拠やエビデンス 示さずに脱炭素政策を強化しているように政策を見ていると感じられます。杉山市のレポートを見るとですね、これからのエネルギー基本計画は安全保障と経済成長を重視する必要があるということを強調されていて、11の政策提言をされています。いくつか挙げますと、まず、高熱費を低減するためにエネルギーへの税や付加金などは撤廃ないし削減する。 化石燃料の安定利用を CO2 規制で阻害しない。太陽光発電の大量導入を停止し、再エネなどの化石燃料の代替技術は、請求な導入拡大をせずにコスト、コスト低減を優先すると。CO2 排出総量の目的をあ、目標を置かず、部門別の排出量の割り当てをしないといったことが提言されています。こういった提言の背景にあるのは、ちゃんと数字がありましてね。 例えば日本政府は二酸化炭素の規制について2030年に46%削減する。さらに50%減の高みに向けて挑戦を続けていくというふうに宣言しているんですが、仮にですよ、2050年にカーボンゼロを日本が達成しても、政府が根拠としている IPCC のデータに基づく計算をするとですね、日本のこの脱炭素の努力は地球全体の気温を 2050年ですよ。ゼロにしても0.006度低下させるだけなんです。計算すると。0.006度です。国際会議では、世界全体での CO2 の削減が目標というふうにされていますが、目標はみんな言ってるんですけど、現実にはですね、2023年の化石燃料による世界の CO2 排出量は、総量はですね、368億トン、2022年度に比べて1.1%増えていて、 過去最高を記録しているということです。日本は2013年から2022年にかけて CO2 を20.5%削減という形で今後奮闘していますが、先ほどのキャノングローバル研究所の調査によると、この20.5%の大部分である15.5%は経済活動量の低迷なんですね。決して、えー、再エネ発電や脱炭素政策が 効果があったということではなくて、経済が低迷して、工場だとか止まったり減ったりしてるから CO2 が減ってるんだという計算になっているということです。脱炭素に関する国際協定の目標達成が困難な、今国際情勢ですね。そういった中、パーティックやウクライナ戦争の影響でエネルギー価格が高騰し、ESG 投資のパフォーマンスというのも低下していると、以前この委員会でも言いました。これによって世界中の基幹投資家はもうこれでは利益が得られないので、 こういった ESG 投資なんかは手を引いています。そして世界的に見ると、この GX の投資や再エネ投資に対する軌道,軌道修正をですね、国際的に始めているというのが今のトレンドになります。こうした流れを組まずに、日本だけがこの分野への大規模な投資を続けることは全く合理的ではなくて、日本だけが不利益を被るという可能性が多いにあります。今、我が国がやることは、国内で可能な限り賄える化石燃料の発電と、 原発による安価で安定したエネルギー供給を確保することをですね。再エネなどの化石燃料代替技術は、まあ、請求な導入は控えてですね、まずコストの削減。最低でも電気料金をですね、東日本大震災の前のレベルぐらいまで戻さないと、経済が回りません。3月19日には再エネ賦課金また上げるというふうに発表されていましたが、さっき言いました0.006度の 効果を上げるためにですね、国民の生活を圧迫し、日本の経済産業力を落とすということは、苦の骨頂だというふうに思っています。政府が地球の関係保全や脱炭素に本気で取り組むということであれば、我が国はですね、歳出削減対策をしっかりとやった火力発電の開発に力を入れるべきですし、その技術、日本が磨いた技術をですね、火力発電に依存しているアジアの国々、中国やインドやインドネシアですね、そういった国々に提供していく。 ととといいうことが重要だと思います地球全体のわずか3%です、日本が出している炭素は。それがです、ね、半減させても、その効果は地球規模で見るとほぼゼロだということですね。政府、マスメディア、教育機関が、こういった脱炭素を先導してますので、多くの国民が脱炭素の政策的な優先度を間違えているというふうに感じています。優先度ね。意味がないんじゃなくて、優先度が違うということですで。こういったことを分かってもらうために、だいぶ詳しい説明をしましたが、まあ、我々が強調したいのは、 先ほど挙げました非政府融資による第7次エネルギー基本計画などを参考にした新しいこうエネルギー政策、脱炭素政策の立案が必要だということですね。そしてわざわざ、ね、あの大きな予算を見込んだこの GX 移行債の資金はですね、えー、先ほどの大企業にそのほとんどが行ってしまうというような、えー、分野のです、ね、税制の穴埋めに使うんではなくて、繰り返しますが電気料金の削減とか、 日本のエネルギー安全保障の強化に使うべきだというふうに思います、この点について、政府の見解をお答えいたしますあの委員ご指摘のとおり、排出削減に資する火力、そして原子力発電の活用は、排出削減と経済成長、そして産業競争力強化の同時実現に向けて大変重要と認識しております。 そのため、あの、本税制だけではなく、例えば、ガスタービンでのアンモニア戦勝に関する技術開発、それから原子力の分野における次世代革新炉の技術開発等についても、GX 経済交際を活用して取り組みを推進してまいります。他方、電化と電源の非化石化だけでは、カーボンニュートラルは実現できず、また日本の産業構造の強みを活かす観点からも、 自動車や鉄、化学等の多排出産業の熱需要の脱炭素化に向けた投資促進も大変重要と認識してございます。世界でもこうした戦略分野の投資をですね、自国内で実現するための産業政策が活発化しておりまして、こうした中、日本においても本税制を創設し、特に生産段階でのコストが大きい等の理由によって投資判断が難しい、 電気自動車、グリーンスチール、グリーンケミカル、サフの分野で GX 経済交際を活用して国内投資を強力に引き出していくということを行うとしてございます。本税制だけではなくてですね、GX 経済交際を活用した投資促進のための補助金やカーボンプライシング等の規制、制度を総合的に講じていくことで国内投資や生産を拡大して日本の技術優位性も活かしながら 世界での排出削減と経済成長に貢献してまいりたいと考えております。 ありがとうございます。まあ、いつもの答弁なんですけど、最後に、えー、簡単でいいので、大臣の見解聞きたいんですけども、まあ、こうやって移行作ってですね、えーまあ、予算少しでもかけるわけです。政策の優先順位、私、いつも聞くんですけども、この0.006%のです、ね、地球の温度を下げることと、今、日本で金,金の課題は人口減少ですとか、もう国民の負担率が上がってですね、国民が本当に苦しんでいるといった中で、わざわざ税金集めて、0.006度の温度を下げる必要あるのかと。 政策の優先順位について大臣のお考え最後聞かせてくださいあの時間が来ておりますので、えー、お答えは簡潔にお、ね、願、はいします最近のです、ね、<し>自然災害の,あの頻発度が多くなってるまた強力化しているという現実を目の前にすればやはりあの気候変動対策というのは 優先順位としても高いものであると思います、まあ、日本の排出量が全体の3%といえどもまた半減しても0.006度であるといえどもですね、やはり国際社会の一員としてしっかり協力してこの気候変動対策をやるべきだと思います、はい、ありがとうございましたまたの機会できたいと思います